やる気元気森脇チャンネル、どうもスタジオに帰ってきましたね。久しぶりに。いや帰ってきましたよ、ね、森脇さん。はい。おう、なんや、だいぶ変わったでしょ。まあまあ、これでやっと令和っぽくなったわ。令和っぽくバージョンアップしましたよ、僕もこのステイホーム中に。何笑ってるんですか。ちょっと表情変わったりもするようになったんですよ。まあ、映画になったりとかするんですよ。映画になりましたけどね。森脇さん、でもコロナのこの期間中どうやったんですか。ステイホーム中やん。仕事ないねん。もう何をしてたとか。だからもういつも時間決めて、何時から何時までは何々するとか言って、もう全部時間通り決めて動いてました。おお、はい。主にどんなことしてたってあるんですか。主にだいたいね、起きんのが4時半ぐらいに起きてましたけど。いや、はい、することないからね。まあ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 、そうですね、うん、でまあ午前中は映画を必ず1本見るとか、逃してた名画を今なんか配信とかで見れるでしょ。ああ、そうですね。何見たかというと、ポッポや。古いです ね, ね。でも見逃してたんや。はあはあ、例えばあの山田洋次監督の学校シリーズね、ワン、ツー、スリー、フォーまで見て、よかった。フォーとかありましたっけ。え、フォーとかありましたっけ。フォーまであって。へえ、うん、だからそういうのを見てて、で途中でもう名画を見るのを、次何見ようかなと思ってたら、うちの大学行ってる娘も家でステージホーム中やったから、はい、今ハマってるの見てんねん言うて、何って言ったら、愛の不時着や。出た、韓流ドラマ。そんなもん、1時間ね、30分のドラマ何本、そんなあるんすか、何本見んねん言うたら、16話までやった。アホかい。韓流ドラマで16話まで 1時間半で、そんなもん読め。僕はあのあれも見たことないのよ、冬のソナタとか。そんなもん、韓流ドラマっていうのは見ないのよ。あの映画では見るよ、映画館では。その韓国のドラ、韓国映画を、そうそう、あの、はい、半地下の家族とかね、パラサイトとか、あんなの見てましたけど、なもう1時間16話連続なあほなー言って、まあ1話だけ見てみって言って1話だけ見たんよ。はい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 、どっぷりハマったわ。愛の不時着。愛の不時着、あんなもおもろいですか。やっぱ女も38度線超えて、韓国の財閥のお嬢さんがね、ハングライダー乗って、うわー今日のほんな38度線超えて、竜巻でぐる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 なって、気づいたら北朝鮮に着地してたんや。ほんなそこで北朝鮮の軍人さんとこう助けられて、そのままここ恋に落ちていくのか落ちていかへんのかみたいな。なるほど。で北朝鮮の暮らしってこんななってんのか、ほんまなのこれ、どこまでがリアリティなのって、またこれがほんまっぽく見せてくれるわけよ。僕らは謎の国やから。まあ確かに分からないですもんね、僕らには。もう16話もう最後まで行くのが怖くなって、10話ぐらいから2回ずつ見ていったわ。10話2回11話2回ぐらい、もうそれ16話行って終わってもうたらどうしようかな思うやん。で終わってもうたんよ、愛の不時着。はい。もうまだ何したら次は何の楽しみがあるんやと思ったら、うちの娘がイテウォンクラスで出た。出た、また韓国や、もういらんわい、今回はこれ70分で16話やと、70分16話が、まあ、1話だけ見てみるわと思ってみたい。パクセロイっていう男の中の男の生き様。もう1日1話だけしか見んって決めてね。一旦緊急事態宣言も解除されまして、ええ、こうやって我々もスタジオに戻ってきまして、はい、ただ一応ソーシャルディスタンスを保つということで、うん、僕もこんな姿にはなっています。なるほど。これからもまたちょっと森脇チャンネルの方、うん、この新しい光と森脇さんで、うん、新しい森脇さんでやっていきましょう、はい、ただとはいえですよ森脇さん、うん、なかなか年内のいろんなスポーツイベントが中止になっています。例えば、例えば、まあ、語っていただいたインターハイ、高校野球もしかりですし、はい、マラソン大会も神戸マラソン、金沢マラソンなどなどが中止と決定出ましたね。そして、まあ、私もちょっとかかってます大阪マラソンもかなり厳しいんじゃないかと吉村知事が発言をしていますという状態ですね。まあ、11月のいつも最終日曜日なんですけどね。そうですね、まあ、去年だけは12月1日でしたが、でしたけど、うん、まあ、去年はこの森脇チャンネルでも追っかけて、まあ厳しいですね今年。僕はもうそんなね、何の権限もないんですけど、やっぱり周りの、今も空気読み大会じゃないですか。空気読み大会、まあまあまあ、そうですね、変に出しゃばってもあかんし、ほんでまあ俺が行くわって言って、そこでまあクラスターみたいになってしまうのも大問題ですし、はい、うん、かといってずっとみんな引いてばっかりいると元気出ないし、
まあそうですね。ね、やっぱりはっきり言うと大阪マラソンや神戸マラソン、まああちらこちらの金沢マラソンとか、まあね、その北海道マラソンとか大きいマラソン大会って言ったら1万人、2万人、3万人規模のマラソン大会ということはどういうことかというと、はい、やっぱりその付き添いの人も来たりなんかして、やっぱり観光として例えば大阪マラソンだったらホテルがまあほぼほぼ満室になって、なりますね、居酒屋さんからまあね満室なる、それこそスーパー銭湯まで経済が回るわけでしょ、景気が。まあそれもあっての大会ですからね。そう、例えばまあ飛行機も新幹線も在来線もそうやし、ものすごく、沿道には人がわーっと来て、大阪の街がものすごくお祭りになるわけじゃないですか。はい、それがやっぱりないとなると、やはりいろんな各部署によって大打撃ですよね。やりたいのはやりたいんですか、森脇さん的には。やりたいけどもっていう話やんか、まあ、やるのはちょっとちゃうかなっていう、どこまで増えていって、どん第2波第3波と言われてる時に、また自分もこの前のプロ野球選手の話見てたら、あ、無症状で試合に出てて元気いっぱいでプレーしてる選手がいわゆる検査であなた陽性ですって言って、ってなるわけでしょ。そ、僕かて、もう皆さんかて、そうなんですよ。下手したらかかってる可能性あるんですよね。そういうことなんですよ。だからまたこのコロナっていうのが厄介なやつやなって。厄介ですよ。ね、大阪の吉村知事さんがおっしゃってましたけど、この一緒に共にっていうね、まあそうですね、コロナとこう共存してっていう、あの言い方っていうのはなるほどなと思いましたね。ちなみになんかネット上で森脇さんがテレビ番組に投稿して、投稿して吉村さんに質問したっていう噂が立ってるんですけど、何の、なんか池上彰さんの番組でペンネーム素直謙虚感謝さんから、大阪マラソンって今年はどうなんですかって吉村知事に質問したっていう噂が立ってますけど、あれは森脇さんなんですか。そこちょっと確認しとかなあかんなと思って。それ なテレビ、ラジオ、テレビ、テレビ、あ、テレビはやったら僕はあんましないですね。ラジオやったら、まあ、自分でやったら気づくでしょ。あ、テレビはやらないですね。ラジオやったらやってたかも分かりませんね。じゃあ森脇さんではないんですか。そんな人は僕じゃないですね。本当ですか、それは。なんか大阪マラソンあるんですかっていう、言うたら、どうな、どういう展開やったの。どうしたら吉村さんは真面目に、あの、今年はなかなか厳しいでしょうねっていう返事をしたみたいですけど、知事さんが多分。そしたら、あの、南海キャンディーズの山ちゃんさんが、森脇さんはどうなるんですかねっていう風に質問をかぶせて、まあ吉村さんはそういう時には個別で連絡しますっていう。まあでもね、なんか連絡はあったんですよ。ないですよ。どっちにしろ僕は年内よりも2021年度になった瞬間にドーッと一発目が、そこの鹿児島の菜の花マラソンっていうのが一発目あるんですよ。日本で一番最初に行われるフルマラソンの大会、まあ、大きい大会で、鹿児島の正月明けてすぐ、正月明けて一発、もう2回ほど僕ちょっとお邪魔させてもらってるんですよ。菜の花マラソンって言って、鹿児島、この辺りから普通になってくれたらいいんですけどね。だからその時期にどうなってるかが読めないですね。分からへん。いわゆる市民マラソンもそうですけど、うん、今後また次の冬のシーズンになると、まあ駅伝だって高校生、大学生、実業団のマラソンとかっていうのも関わってきますからね、またこういうのも中止っていうのも十分ありえますからね。箱根が中止っていうのもあり得るかも。あり得るんじゃないですか、それは。でももうそんなんもうやってほしいけどな、もう年末と年始とかは。その辺は、その辺にはもう落ち着いてくれな。もう、もう僕がこの半袖からもう長袖にもう着る頃にはもうそんなあったなとか言いたいわ。なるほど。はよ言いたいな。まあ言いたいですね。ていうか今気づきましたけど、腕ちょっと引き締まってますね。体もうバッキバキやん今。体重 59.5 やで。オールスター感謝祭の時の一緒やもん今もう。もうバッキバキやん。おら、いい腕ですね。おめえバキバキですやん。バキバキやん、これ。今気づいたけど、バキバキですね。逆にピンチをチャンスや思てね。そうですね。めっちゃ練習したろ思て、ね。練習してる時に、空に向かって、神さん、僕練習してるよってずっと言ってたよ。芸能界の神さん見てるって。とりあえずじゃあ、あの、各マラソン関係の皆さん、TBS の皆さん、そして吉村知事、森脇健児は仕上がってます。
いつでも行けます。いつでも行けますし。いつでも行けます。最悪来年でも再来年でも。いつでも行けますんで。また一つよろしくお願いします。はい、お願いします。